こんにちは、ドクターネケズです。遅くなりましたが、今日はイベントクエストやっていきましょう。猛勇精進戦力向上大会。合ってるかな読み方。1番、大祈祷大会に続き、戦力向上のため大会が開かれることになった。何やら一部で張り切っている大使がいるようで、始めようぜ。任せろ。どうぞ。マラソン障害物競争とか、まあそういう感じ。任せろ。なめんじゃねえぞ。どうぞ。何？フラグかな。まだまだだな。今日頃の訓練の成果を試すチャンスと張り切って進む伊庭、潔一角3人を待ち受けるチェックポイントは混戦を極めてきた。さあ行きましょう。いや正直さ、副隊長が3人組んだらずるくない？それは大使どうにもできないじゃん。あ、かわいそうだわ。しまいじゃ。3話。混成チームのチェックポイントを抜けると、それとは別の、賑やかな場所へたどり着くのだった。始めようぜ。覚悟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 。楽だな。どうさあ、どうだ。せっかく早かったな。4話。様々なお題をクリアし、先に進む3人。しかし、進んだ先では不穏な動きが。始めようぜ。またどうだ。また行くぞ。なれんじゃねえぞ。覚悟。また覚悟。どうだ。また体何一さんなんだ。まだまだだな。ラスト5は13体後手13体の前に現れた侵入者、大会は一体どうなってしまうのか。仕込みでしょ。始めようぜ。そういう方が本気出すやつ。強打ち範囲広いな。ここが知れる。姉妹じゃ。姉妹じゃ。じゃあこのままエクストラ123いきましょうか。並べ替え間違えた。始めよう。ここは伊庭さんですね。取れた。これでも食らうんかい。ふっ、かっこいい。次。これ周平ですね。始めようぞ。あ、そうか、画面全体じゃないんだ。悪いが通らせてもらうぜ。まだまだだな。これ調べたら百歩欄間がどれぐらい必殺技に組み込まれてるかって数えたらちょっと面白くないですか。ラストは一角。始めるぜ。広いな、通常の範囲は。さて、一丁やってやるか。そらよ。そんな。どうだ。さあ、ラストは四五九。属性も把握しない。ほう、周平。配置が違う、全然。え、どんだけ。これはないや、人間じゃなければね、別に大したことないですよね。ねえ、そのスーパーマー持ちだけど一撃で倒せるから何も問題がない。普通のクエストと変わんなかったですね。くらえ。悪いが通らせてもらうぜ。失敗しちゃった。まだまだだな。はい、ここまでですね。はい、今回は特に極意等はなく、こんなボーナスキャラクター、そして組み替え紐とか神髄の巻物とかですね。イベントで、獲得可能な星4キャラクターは、ほおずき丸、星4、新規のですね、しっかりゲットして、リーグ解消しましょう。さあ、今回はここまでです。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。